きなさおりのトリップステーション時刻は三時を回りましたえ、今日も国道三3 0沿いパークアベニュー入口 FM コザのスタジオから私きなさおりがお届けします きなさおりのトリップステーションのお時間です。で、この番組は小田の街をはじめとしまして、沖縄の観光地の旬な情報だとか、穴場だとか、あんな角度やこんな角度でお届けする旅番組となっておりますえ。この番組が旅の情報発着点となりますようにという願いを込めまして、番組名もトリップステーションと名付けました。三時じゃあのおともに旅のお話はいかがですかメッセージは <laughs> メッセージは7 6 1 f m k o z a j p です。761-FMKOZA.jp です。ファクシミリは098-934-8653。098-934-8653までお願いします。また、f m コザでは、この番組では、ユーストリームと、そしてツイキャスにて、映像と音声も配信しています。 番組のホームページからアクセスしてみることができますので、こちらでもどうぞご覧ください。お聞きください。はあ、さてですね、今日の沖縄地方のお天気なんですが、曇り、ずっと曇ってますね。朝明け方までは少し雨も落ちてましたけれども、で曇り空で、気温も昨日より4度くらいですかね、下がって でちょっと今朝は肌寒いような感じもしましまた21度最低気温で21度かなで最高でも24度ぐらいかなただ風がすごく強くて北風が吹いててねあのー、私さっきまで本当に何時頃までかな12時ぐらいまで海洋博公園に修学旅行生と一緒にねあの修学旅行バスの観光バスでねあの音もした 生徒さんたち今ママンンザビーーチでマリンスポーツやってます多分寒いと思いますけれど、ね、北風がね海のそばは、ね、やっぱり風も強いのでもろに当たっちゃうのでねすっごく向こうは寒かったんですけれども小座に戻ってきたらいいぐらい涼しいなって感じるぐらいでしたね。は デイズキャスからもたくさんメッセージが届いておりますがまたゆっくり今日は本当に生でダラダラ行かせてよっていう感じでゆっくり進めていきたいと思いますよ。あの先週はねどうしても先々週があの収録だったので先週ねもう情報量パンパンにしてからさ ブワーッとマシンガンのように喋ってきたので最後ね番組終わってからずっと息切れしてたので今日はゆっくりお話できたらなと思っています。はいこのあと1時間4時までお付き合いくださいね。そしてですね先週はあの11月3日の文化の日そして週末5日6日土曜日曜とあのたくさん 県内各地でね市内でも各地,各地各所でいろんなイベントがありました私もまず11月3日は子どもの国に行きましたしで5日はプロムナードコンサートも見てきましたのでそういった話も盛り込みながら今日は週末のお話をしていきたいと思いますよそして今日もですね皆さんからのメッセージお待ちしてます、えー、今日はどうしようかな みんなの週末見上げ話をお待ちしてますよ週末本当にいろんなイベントが県内外ありましたので、えー、見上げ話お待ちしてますメッセージは七六一アットマーク FM コザドット JP です木名沙織のトリップステーションこの番組はアジアンダイニングバーアダニーの提供でお送りしますでは一曲目お届けしたいと思いますよこれはですねメイグの カラオケのお箱ナンバーからお届けしたいと思います。ティーボランで話したくはない。 ひなさおりのトリップステーション、FM コザのスタジオから生放送でお届けします。しております。<laughs> で今日は、週末、先週末と、あと11月3日、文化の日もお休みでしたので、その週末、何してたと、皆さんの見上げ話をお待ちしてますよ。メッセージは、761、アットマーク、f m 小座 j p です。761、アットマーク、FMKOZA.jp です。 よろしくお願いします。ユーストリームツイキャスでもコメントお待ちしてますよ。できればツイキャスがいいかな。私まだユースと慣れてない感じがするな。はい。よろしくお願いします。早速もうツイキャスからたくさんメッセージが届いてます。ありがとうございます。えー、リスちゃん。 トップバッターリスちゃんでしたねいやありがとうございます大好きなラジオがやっと始まったって好きでもない番組を聞いていたから全然楽しくなかったよあつらかったって好きなくせにもう昨日からチャーキーキーして寝てないんでしょきっとね, <laughs> ねありがとうございますいみちおじさんありがとうございますさおりさんお久しぶりって水曜休みは久しぶり久々ですっていみちおじさんどんなお仕事をしてるんですかね空港空港あ だから前なんか見たよーって感じで、なんかコメントもらった気がする。うん。空港でどんな検査場とかそういった感じなのかなお水曜日の休みは少ないんですかね。ありがとうございます。この後も4時までと言わず、5時も6時も7時もね、ずっと聞いてほしいと思います。お願いします。はい。そしてチャライ AKB ファンさん、チャラチャライ AKB ファンさんね、サオリンメグコンチーズって。 はい。12月会えることお待ちしてますよ。はい。12月10日だった ?9 日か。9日,9日。忘年会。FM コーザの忘年会ありますので、会えることをお待ちしてます。番内喋ってくださいね。はい。よろしくお願いしますね。はい。いみちゃおじさん。さおりさん、洋服に星がいっぱいです。<laughs> 久々にミルキーウェイ食べたくなったって。あ、ミルキーウェイこんな感じだったよね。ただ、 ミルキーウェイ名句多分分からんはずだけど「ミルキーウェイわかるお菓子あわかる?」って、はい「食べたくなった」って「あれその下はバスガイドの格好って「見たい」って「いつかね」で今日は本当にもうさっきもねお話ししましたけれどももう本当にさっきごはまでですよ修学旅行生関東からお越しの、うん、高校生修学旅行生と一緒に。 朝市で海洋博公園、美ら海水族館行ってきて、で、マンザビーチで、じゃあマリンスポーツ楽しんでね、バイバイっていう感じでお別れしてきたところで、で、この FM 小座のすぐ近くまでバスで送ってもらいましたっていう、とっても贅沢にね、送迎してもらいましたけれども、なんかね、今日の修学旅行生が久しぶりに、なんだろう、無邪気な、 修学旅行生久しぶりだったんですよあの15年20年ぐらい前には多かったんだけどね最近はなんだろうおとなしめの子たちが修学旅行生多いんですけれど今日はねすごかったよう,んうちのクラスのこのバスの後ろらへんに10名ぐらい固まってる男の子はずっとさ移動も2時間ぐらい1時間半2時間弱ぐらいなんだけどずーっとやんややんやキャッ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 男子だけで。 わーって騒いでて、もう放送禁止用語もずっと叫んでるような感じの。<laughs> 最近見ないんだよね、ああいう子。ちょっと前までたくさんいたんですけれど、あの、そうね、やんちゃというか、なんて言えば無邪気、無邪気よ。で、水族館行くところに、海洋博公園の中央ゲートのところに、あの噴水がありますよね。噴水があるさ。で、その噴水のところにもうダイブしに行ってから。 嘘でしょって濡れて帰ってくるつもりかなってちょっとビクビクしたんですけどすっごいにぎやかでで一番後ろの子たちがこんな感じのにぎやかな子なんだけどそのちょっと前の席の男の子の塊はなんか派閥の話してるわけこの政治の。 ハッサビの同じクラスでこんなに色が違うのって思うぐらい私はすっごい楽しくね過ごしました半日という本当にあっという間の時間だったんですけれどもその後にそのまま来たのでこういう感じになってますラジオの方には伝わらないかもしれないんですがユーストリームねリスちゃんでも「さおりさんその服とても似合うよー」ってありがとうございますはい今日はちょっと急ぎ足でここまでやってきましたではですね、はい、また ツイキャスメッセージたくさんありますけれどもまた後ほど紹介させていただきますではですねまず観光ニュースそして時効のしおりお届けしますね七、えー、7日というともう月曜日昨日おとといですね7日は立冬でした冬の始まりという意味で二十四節気の一つですで美しい紅葉など 晩秋の予想を残しつつも、朝夕の冷え込みも次第に強まり、小枯らしが吹き、各地から初雪の便りが届く頃っていうふうに書かれてますけれども、初雪とか冬とか憧れますね。やっぱりね。で、北国などでは冬構えの作業を始めます。で、金沢。えー、石川県ですね。金沢の兼六園では、雪の害から雪害から。 樹木を守るために雪ずりというものを行っているそうです雪ずりって何だろう雪のまあ、字で書くと通に点々のずりなんだけどなんか包んだりするのかな雪ずりを行ってます沖縄では馴染みのない言葉ですねで庭木の根元に藁を敷いて霜よけにするのもその一つだそうですよで、冬本番を前に各家庭でもストーブやストーブって ストーブ何年も買ったことないなストーブやこたつなどこたつも使ってないなこたつの点検など冬支度を始めている頃でもあります立立冬立つ冬つって書くんですよね立冬とはいえ今日はまあ涼しいですけれどもまだまだ今日もねあのどこかでセミの鳴き声聞こえてたのでまだまだだなという感じはしますが二十四節気の一つ立冬を迎えたばかりとなります。では続いて えー、これはですね座間味島座間味島というとケラマですねフェリーの話題です座間味村の新造船新しい船フェリー座間味3でいいのかな 3, 3が1日から運航を開始して、えー、村民の約300人が出迎えて座間味港内 ザマミ港内で歓迎セレモニーが行われたという話題ですよで初日は那覇の泊港を正午に出港して座間味港に午後2時30分に到着で早速歓迎セレモニーが開かれてですね座間味港は大変なにぎわいを見せたそうですで船内の設備は近代的に整備されているそうで総トン数669トンそして全長7 1ル 結構大きいですね。で、前のフェリーのザマミ、前のフェリーザマミよりもかなりスピードもアップしてバリアフリー対応もしているそうです。で、高齢者の方ですとか障害を持ってる方々も安心して乗船ができるというそういった作りになってます。独自性あふれるデザインも特徴で専用のペットスペースも設置しているそうですよ。ぜひ、フェリーザマミ。離島ね、私もザマミは 10年ぐらい行ってないかな久しぶりに行ってみたいですがその時はこの新しいいい船に乗ってみたいと思いますフェリーざまみの話題とそしてもう一つがこちら沖縄市沖縄市の話題です沖縄市のまちづくり NPO 小座まち中はですね10月24日先月ですね台湾で縁結びの神様として親しまれる月下老人のお迎えセレモニーを市役所前で開きました。 今ちょうど FM 小座からだとこの330沿いにこう南下南へ南へと歩いていくとんシアタードーナツがありますでその隣にあの設けられて設置されているんですけれどもコザゲートアパートメントですねちょうど通りからも見ることはできます通りからちょっと入ったところにこう自動ドアでこう入り口があって私もおとといかな おとといあの修学旅行生を連れてコザの待ち回りをした時にこの月下老人を紹介したんですよ、うん、でその時にねこう願い事願いを言う時はまず住所「私はどこどこに住んでいる何々と申します」ってこういうお祈りがあ願いがあります叶えてくださいというふうにお祈りをしてその後なんか木の何て言えばいいのかなこう楕円形のね木の。 飾り物ののよようなものを持たされるんですよそれをパッて下に落とした時にこの向いた面によって願いが叶うとか判定ができませんとかノーとかそういう判定が出るんですけれどもそれでね修学旅行生も一昨日の子たちもすっごい盛り上がってて「で何をお願いしたの?」って一応この月下老人ってアジア最強の縁結びの神様なんですよ。アジアジ最強ででですよ、はい、ぜひあのツイキャスではチラシで見えるかな アジア最強の縁結びの神様。月下老人なので、高校生何をお祈りしたのかなって聞いてみたらさ、<laughs> 甲子園出場できますようにってお祈りしてた。ま <laughs>、いっ、いかーっていう感じで、一応なんかイエスで出てたみたいなので、来年楽しみだなと思ってますが、えー、そんな中からリスちゃんがツイキャスで、月下老人。私、あの、あれね、滑舌悪かった月下老人。 聞こえたかかなな大丈夫かな月下老人ですでこの月下老人は実際あの以前ね前沖縄市に来たことがあって2014年2014年の2月に一度この沖縄市を訪れて訪れて設置されたことがあってでその時にお祈りをしたのかなあいやこれは別の話か効果がすごいあるそうですよ。 で実体験のお話がちょうどこの新聞にも載ってて3年前に台湾でこの月下老人をあのにお祈りをしてその翌年に出会いがありで昨年結婚今年長男が誕生したっていううちなんちもいらっしゃるそうですそんな話もありますので「恋愛成就頼みます」っていうことで月下老人。 私ももう一度ゆっくり見てみたいなと思いますが、まあ、ご縁っていうとね男女の縁、まあ、恋愛とは書いてもお仕事のいいご縁とかあと家族のね絆を強めるとかそういう効果も期待できるかなと勝手に考えてますがぜひねあのお時間ある方12月4日だったら AKB ファンさんいけるんじゃないどうなんだろうね、はい、12月4日までお祈りできますのでぜひ小座の皆様も足を運んでみてください。 以上、観光ニュースでした。ちょうど今、 不思議な独特な音楽が流れておりますけれども先日行われました、えー、プロムナードコンサートで「マ、ま、タハリ・トゥルビットの皆さんが演奏してくださったんですがその何曲かあったうちの1曲「竹」の楽器を使用したガムラン演奏を少しお聴きください。<music> ......... blum 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 ちょうどお聞きいただいたただ曲なんだか海外にショート,もショートでもないかトリップししたたような感じのね曲調でしたね今お届けしましたのは先ほどもお話ししましたけれども「プロムナードコンサート」が11月5日に開催されまして沖縄市の、うん、ミュージックタウン音楽広場で開催されています。 おりましたが、その時に演奏してくださったんですけれども演奏した方々が「またハりトゥルビット」トトゥルビットの皆さんでガムラン演奏バリの音楽ですね。でこちらの中からあのバリの音楽っていろんな楽器本当にたくさんの楽器があって「カンカーン」とか「シャンシャーン」とかってこう金属音も結構多いんですけれどもそんな中からえー そんな中からですね。竹細工を使った。演奏を今お聴きいただきましたよ。はい。ショートトリップというか、このちょっと待ってくださいね。ツイキャスが。進むよしありがとうございます。ちょっと間が空いてしまいました。すいません。切れてもたってそそう、そうそう、ツイキャス切れてたのに。私画面はさ全然別の画面を見てたので、ツイキャスに切れたことを。 ツイキャスが切れたことに気づかないでいいままましたねねねすすみません今つないででか、ね、大丈夫、ね、はいで先週開催されたプロムナードコンサートの「マタハリトルビット」の皆さんのガムラ演奏をお聴きいただきましたでその「マタハリトルビット」の皆さんからちょっと告知お知らせがありまして1つは来年なのでまたこの番組でもちょくちょく何度かね紹介していきたいと思いますちょくちょくって <laughs>。えー で近いものから紹介しますと来月2016年来月の12月16日12月16日の金曜日プラザハウスギャラリースペースにてプラザハウスにて、えー、またハリトルビットの皆さんの、うん、魅惑のバリナイトというイベントが開催されますよ。でこちらはですねまず一部二部とありまして 1、えー、あ一幕2幕とありまして1幕の開場時間がん午後7時そして1幕が午後8時からで2幕が午後9時からスタートっていう入れ,替えせ入れ替えなしで行われます。これはバリの料理を食べながらバリの音楽そしてバリの踊りを見るという。 すすごいいね美しいんですよ手の動きとかめっちゃ難しくてツイキャスでは今届いてるかな伝わってるかな <laughs> もうこれ真似するだけでもう手がつっちゃったっていうそれぐらいまあ鍛錬したから美しくね演舞ができるんでしょうけれどもでその本当に魅惑の1時間でしたあのプロムナードコンサートではねすごく1時間うっとりと私も見入ってしまったんですけれどもこの「 またリトルビットの皆さんの来月のイベントうーん席の数が限定ということで売り切れの場合はご容赦くださいということなので早めに、ねえー、予約チケットを購入された方がいいかと思いますよ。でこちらは前売り券がそして予約が3000円で当日が4000円ともに、えー、別途ワンドリンクオーダーお願いしますということです。料理がついててますす、はい、そしてですね チケットの購入ご予約お問い合わせはプラザハウスフェアモール3階のライカムアンソロポロジーライカムアンソロポロジーお電話番号が098933-1142番までお問い合わせをお願いしますそしてまたアリトルビットさんフェイスブックもやってますのでぜひこちらでも、えー、チェックをしてみてくださいね、はい、以上お知らせででした。では、 メッセージがたくさん届いてますので、えー、こちらはですねラジオネームシジンガー Z さんありがとうございますテーマ「週末」ですが「浜比嘉島のしるみ中は小宝祈願のスポット」ということで「週末は浜比嘉島のしるみ中にお参りに行ってきました」初めてお参りに行きましたが「木南さんも行かれたことはありますか?」というメッセージを。 いただきましたありがとうございますシルミチューとアマミチと2つねこの浜東島にはあるんですけれどもシルミチューが、うん、奥かなアマミチがまだ手前の方なのかなシルミチュはあれよね階段上がっていって鳥居をくぐって階段上がってその先にあるお祈りをする小宝祈願のスポットです私一度行ったことがありますただこの時はあの私よりも 義理のお母さんの方がめっちゃ張り切ってて、さおりさんに、さおりさんに子供が生まれますようにっていう感じでね。お祈りしてるの。私、後ろからぼーっと見てる感じだったんですけど、今度は後で、私もそのその気持ちになってきたので、一緒に今度は行ってみようかなと思います。シシガーゼットさん、前は合わせのビジルにも行ってきたというお話がありましたよね。こちらも子宝祈願で有名なスポットですね。はい、前のメッセージでは。 あの子供が授かりますようにっていう感じのメッセージだったと思うんですけれどもね、しるみちゅーもかなり効果があるという期待されているところなので私もまたもう一度、今度はあの本気で行ってみたいとちゃんとねあの、どこどこの誰々ですっていう風に名乗ってお祈りしたいと思いますよ。はい週末末はは浜日賀島浜日賀島島ももいいいいでですすよねあの観光で行くにもすごくににごスポットそして今月末には 浜比嘉島では、あの島のクラフトピクニックっていうイベントもあるそうですよ。ツイキャスの皆さんにはこのチラシが見えますかね。池島と浜比嘉島のこのイベント、島のクラフトピクニックっていうイベントがありますので、またお時間あれば後ほど詳しくお話ししますね。そういったイベントもあります。はい、メッセージありがとうございます。ツイキャス。ツイキャス <laughs> たくさん <laughs>。はい、どこまで遡るかな。 うんはいありがとうございます。ジンバンパイセンレディオさんからでね。ジンバンさんありがとうございます。サオリンバスお疲れちゃんって。これから箱根に納車。ああ。ジン太郎さんは箱根に今いらっしゃるんだね。夜は関係団体の懇親会で厚木白コロホルモン。白コロホルモンってなんだ白コロホルモン。 美味しいんだはずね多分ね <laughs> で寝不足で眠いって「あーお疲れ様です」「もうジンバンさん今度は沖縄生放送いつですかね?」「もう決まってたら教えてくださいね」「はいそして白子さん少し前ツイキャスでサオリンさんを見た時は外で学生相手に熱弁を振るっている時だった」って「そう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 修学旅行で相手するバスガイドさんに見えたね」ってあのー「 いつ先月かな先月だったような気がしますあの町前沖縄市の小座の町前ガイドで修学旅行生と一緒にこの FM 小座の前を通ってね <laughs> FM 小座の説明をしていた日があったんですよその時にその前の私の前の番組がサリーちゃんと松田さんのカズさんの番組ですよねでそのサリーちゃんがツイキャスで 外側にカメラを向けたので私たちと修学旅行生と一緒に映ったっていうことがあったんですよねその時白子さん見てくださったんですねありがとうございます、はい、あの時は待ち回りガイドでしたね小山のねで沙織さんは色白に見えますけどあの時は日焼け大丈夫でしたかって色白に見えるけどこれパ,パテみたいな感じよね <laughs> お化粧でねはい すぐあの日はね日焼け大丈夫じゃなかったですめちゃめちゃ暑かったのでねはいありがとうございますそしてあつかーさんありがとうございますこんにちはってメッセージ届いてますよつかーさん調子はいかがですかねうんよんなよんな直してくださいよ復活祭しましょうねはいそしてうーん たくさんまだまだメッセージがありますがもうちょっと紹介できるかな「またアリトルビットはいろんな場所で踊りをやってるね」って「東京にも来たよ」ってリスちゃん実際見ましたすっごい綺麗よね見たかなどうなんだろう「東京にも来たよ」ってそうそうそうまたアリトルビットさんなんか県内外でもすごい活躍してらっしゃるそうですよはいそしてゆうさんあっ y さん昨日 昨日ぶりかな？さおりさんこんにちは。はじめまして。綺麗な声で落ち着いた口調に癒されますね。って、今日はゆっくり喋ろうって決めたわけ。先週さちょっとうわーって喋ってたからさ。自分自身が疲れてしまってよって <laughs> ありがとうございます。で、お話も興味深く楽しいです。ってあありがとうございます。良い番組ですね。池島のイベント詳しく聞きたいです。めぐさん。 お腹空いてるのにお疲れ様って <laughs> あ、あありがとうございますって <laughs>、メグもお腹空いてるんだ、私もお腹空いてる、昼ご飯が何だった？ブラックサンダー <laughs>、<laughs> <laughs> まだ食べてない <laughs>、はい後で食べようと思います、はいではですね、あ AKB ファンさんどっかに逃げるみたい、昨日あんだはずね、はい <laughs> メッセージありがとうございます、はいではですね、あの今日のテーマが みんな先週何してたって何やってたっていうテーマでテーマというかメッセージをお待ちしてますよ先週末5日6日とそして11月3日文化の日でお休みだったっていう方もねたくさんいらっしゃるかと思いますどこどこ行ってあっち行ったよこっち行ったよっていう見上げ話をお待ちしてますよメッセージは761「f m c o ッ a j p ですで私は文化の日はですね うーん子供の国に行ってきましたよ、子供の国。この日は入場無料でした、朝から入園9時30分からずっとラストまで入園料も無料であの私は息子連れてね、行こうって言ってね、分かってよみたいな感じだったけど、結局ね、行ったら行ったで息子もすっごいはしゃいでね。 エキサイトし,てましたけれどもその週末あれ週末じゃない3日の日にね文化の日に子どもの国に行ってそこであの行われた開催されたイベントが沖縄芸能フェスタ先週この番組でも紹介させていただきましたけれども芸能フェスタに行ってきてなんとこの FM 小座のゆきちゃんゆきちゃんちゃんって言ってもあれかなゆきさんがね田辺ゆきさんがすごいか,かっこいい演舞を披露してくださってました。 はあ、で私偶然ねかまどーバーと会って一番前にかまドオーバーが座ってたので「あい!」って声かけたら「あんたもこっち座ってゆきちゃん見よう」って言って2人でね「ゆきちゃん!」とか呼びながらね演舞を見てましたよ楽しかったですもうかまドオーバーも元気ですね本当にねもうずっとゆきちゃんゆきちゃんしてたんでねその姿も可愛かったですもうゆきさんもかっこいいなってそれで楽しめたし。 カマドオーバーの可愛さにも癒されたっていうそんな休日を過ごしました、ね、皆さんはどんな休日を過ごしたんでしょうかね、えー、メッセージをお待ちしてますよではここで一曲お届けしたいと思いますで今度も懐かしのナンバーをお届けしますねアイランドで Stay with me きなさおりのトリップステーション、FM コザのスタジオから生放送でお届けしております。今日はですね、週末、そして11月3日が文化の日で休日だったということで、その休日、何してたって、皆さんの見分け話をお待ちしておりました。たくさんメッセージが届いております。えー、ツイキャスから、ビゃっコさん、ありがとうございます。週末は、家の冬囲い、また、 聞き慣れない言葉ですね。冬囲いの手伝いをしていたそうですよ。で、東北 A 県。A 県ってあっちだね。はい。A 県にお住まいですかで雪が多く、屋根に雪が積もり、その雪を下に落としていくと、1階の窓を越える高さになるので、その窓ガラスが割れないように、家に波とタを打ち付けていく。 こ,こ,この波形のねトタンを打ち付けていく仕事をなさってるそうであのお手伝いをしたということですねへえもうどれもどの単語も沖縄では聞かない単語なのでちょっと大変な作業かもしれないんですけど私的にはねすごく憧れます雪かきってやっぱりやってみたいなっていうそんなやってみたいレベルじゃないとは思うんですよ本当は実際大変だと思うんですけれどもね週末はその雪の 作業で忙しかったという白子さんでした。はい、ありがとうございます。そして、リスちゃん、日曜は水泳とヨガ。いいね、女子だね。ね水泳とヨガ、どっちもやったことないな。でに土曜日は猫カフェ、猫カフェって、リスなのに、<laughs> <laughs> リスなのに猫カフェ。 <laughs> なんかイントマヤーのお店に行ってるみたいなちょっとなんだろう忙しい感じがするね <laughs> うーんありがとうございます猫カフェ行ってみたいですね私猫大好きでずっと犬好きだったんですけれどもあの細かく言うとねうちの旦那さん主人が犬っぽい人なんですよ犬っぽい感じのもう私が帰ってきたら。 おかえりって迎えてくれるような玄関まで来てくれるようなご飯食べるお風呂入るみたいなそういう感じの人なんですよだから犬っぽいのでちょっともうお腹かいっぱいにしてたられだけど <laughs>、はい、猫猫のこのなんだろう,だろう気分やなところにもちょっと惹かれ始めてね今猫好きとなっておりますはい猫カフェ行ってみたいです楽しいでしょうねきっとね そしてイミッチャおじさん、先週末何してたか日記代わりのフェイスブック見直したけど晩ご飯作ってるかアホなことばかりつぶやいていたどこも行けてないなーってそ,うそのつぶやき毎日のように一日何回か更新してなかった面白かったですよ、でも。はいみっちゃおじさん、なかなかテーファーだなーと思って <laughs> テーファー、テーファーだなーと思って、ね、見てましたよ。 はいそして、いみっちゃおじさん、ゆうさんも、あ懐かしい、さっきのね、ステイ・ウィズ・ミーね、うーん懐かしいですよね、全国放送で流れてたはずなので、ツイキャスの皆さんでも知ってる、聞,き聞いたことあるっていう感じの方もいらっしゃると思います、かすかには漏れて聞こえてるかな、どんなかな、うーんそして、白子さん、メーグーさんのカラオケのお箱は、バンプじゃないのって <laughs> お箱のナンバーからなので、お箱いっぱいあるはず。<laughs> あるはずを小出しにしていこうかなと思ってます。この番組でね。はい。えー、そして、あ、ジンバンパイセンレディオのジンバンさん。厚木は B 級グルメでホルモン焼きの白が全国1位になったさーって。はあ、ホルモン焼きの白、また白っていうのはなんだろう。お店の名前にいるかなって。 合ってる大丈夫かなで、全国一位になったさーって、それを食べに行ったわけですね。はい。厚木とかもまたね、うちなんちょでは聞き慣れないというか、ちょっと行ってみたいね。なんだろう。心が踊るワードだね。はい。ありがとうございます。あ、そしてユうさんの情報では、アイランド。あの、山根ビルのアイランドのことよね。ユーミンがよく通っていたらしいですよって。ユーミンですか本当に。そうみんじゃないです。大丈夫 <laughs> あの、ほら、なんだった 沖縄のハエは一体どこから来るのだろう欧米の <laughs> 彼らじゃないですよね、<laughs> ユーミンですよね、大丈夫ね。はい、によく通ってたんだって、ああ、そうなんだ、すごい情報ですね。はいもうたくさん届いておりますけれども、あのなんかチャラチャラ AKB ファンさん、戻ってきてますね、ギノワンでも相手にされなかったんかって、リスちゃんからツッコミが入ってますよ、いかがでしょうかね。はい ではではではもうたくさんもうたくさんだね本当にありがとうございますまだ時間大丈夫かな週末情報もお届けするのではいツイキャスの皆さんもう少しあありがとうございます気をつけて帰ってね小座中かなはい <laughs> ではさっきお話しした島のクラフトピクニックイン浜東島池江島がですねツイキャスの皆さんにはこのチラシでご覧くださいね、うん で今月の26、27日に 2days 土,土日に行われますよ浜比嘉島と池江島特設会場入場無料です、雨天結構だということなのでお問い合わせ、これはですねのんびり買い物もしながらアートも楽しむアートプロジェクトとちょっと近い部分もあるかもしれないんですけれども、えー、これまで過去4回、 旧池江小,小中学校会場に開催してきたそうなんですが「暮らしにアート・イン・池江島」それとつ,あのつながりのあるイベントですねで池江島と浜比嘉島で開催しておりますので是非うるま市お近くお越しの際にはあるいはこういうクラフトピクニックなんだか行ってみたいという方には是非ねおすすめの、うん、イベントとなっておりますでお問い合わせはですね うーん一般社団法人プロモーションうるま098923の5995番までお問い合わせをしてみてくださいこのフライヤーも可愛いんですよね島のクラフトピクニックこちらでも検索してチェックをしてみてくださいねはいではですねまだいけるかなるもう終わる もうう終わっちゃチャラエ AKB ファンさん、サオリまた遊びに来ます。テツカピーさんも、サオリまた遊びに来ます。と、もうたくさんのメッセージ、今日もありがとうございました。この後も FM 小座でお楽しみください。きなさおりのトリップステーション。この番組は、アジアンダイニングバー、アダニーの提供でお送りしました。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。